DAW レスの鈴木です。 Cakewalk Tips 動画、今回はソフトウェア音源をマルチアウトする方法についてご紹介してみたいと思います。マルチアウトというのは何かと言いますと、通常そのまま使う場合には一つのインストゥルメントに対して一つのトラックを作っていきますので、これは16個の異なる音色を鳴らすことができるシンセサイザーですけれども、全てのトラックの音が一つのTTS-1 のインストゥルメントトラックから音が鳴ってくるという挙動になってきます。これで問題ないケースというのも多いと思うんですが、音源によっては例えばドラム音源であったりマルチティンバー音源と言われるような総合音源系ですねを使う場合には、例えばキックとスネアを違うトラックに出力してそれぞれ異なるエフェクトをかけたいなんていうケースも多いと思います。そのような場合にどうすればいいのかというのが今回のテーマになってきます。このやり方いくつかあるんですが、まず一番簡単な方法から見ていきましょう。まずはトラック追加からインストゥルメントトラックを作成していきます。ここでマルチアウトしたい音源を選択していきます。ちなみにこのマルチ音源というのは使用したいソフトウェア音源側もそのマルチアウトに対応している必要がありますので、同じドラム音源でも SI シリーズの SI ドラムキット、最初から収録されているものですけれども、これは残念ながらマルチアウトすることができないということになってしまいます。で、今回はですね、SSD5.5 フリーというドラム音源を例にご紹介してみたいと思いますけれども、その他のマルチ出力対応の音源を使う場合というのも基本的な操作というのは全く同じというふうになっております。この状態で作成ボタンをクリックするとトラックが作られるんですけれども、全てのパーツが同じトラックから出力されてしまいますので、こちら詳細設定というところをクリックしていただいて、インストゥルメントトラックを分離にチェックをつけて、このリストの中からメイン出力だけなのか、それとも全てのトラックをステレオにするのか、モノラルにするのか、なんていうのを選択することができます。今回は全てステレオを選んで作成ボタンクリックしてみましょう。するとこのように一度にこのドラム音源が出力できる最大のトラック数でマルチアウトを設定することができます。この状態で音源側に音色を読み込んでみて音を鳴らしてみます。ただこの状態ですと全て一番上のトラックから出力されてしまっています。これは音源側がマルチアウトの設定になっていないからなんです。ここからの操作は使用するソフトウェア音源によって変わってきてしまうんですけれども、今回使用している SSD5 の場合ですとミックスの画面から各トラックの出力先、一番下の部分ですね、こちらが今全てアウト1という風になっていますので、この Cakewalk側の1番に出力されてしまっているよと。例えばスネアのダイレクトマイクはアウトの2番、ハイハットは3番なんていう風に設定してみます。こうするとキックは1番ですね、スネア2番、そしてハイハットが3番に出力されたよと。ちなみに今一番上がピコピコ動いてたのはオーバーヘッドであったりルームの成分が混じっているからなんですけれども、このように音源側の出力を変更することによってそれぞれ別のトラックとして音を出力、DAW ソフト側で個別にエフェクト処理を行うことができるという形になっています。ここで1点注意していただきたいのが、実際にデータを打ち込むトラックというのはマルチアウトしたこの上のトラックではなくて、このアイコンがついたミディトラックに打ち込む必要があるということです。今ここにドラムのフレーズをちょっと簡単に打ち込んでみました。今は問題なくなっていますけれども、例えばこのデータをこの上のトラックに配置してしまうと音鳴らないんですね。なので打ち込みをする場合、編集する場合には必ずこのアイコンのついたミディトラック上で行うようにしていただく必要があります。つまり打ち込むトラックは一つなんですけれども、それがオーディオ的に出力されるトラックが別々になっているよという状態になるわけです。場合によってはこんなにトラック分けられても困ってしまうというケースもあると思いますので、その時にどのように対応するのか、いくつか Tips をご紹介してみたいと思います。まずは最初にこのような状態にしておいて、これを一つのフォルダにまとめてしまうという方法です。すべてのトラック、トラックナンバーの部分ドラッグしていただきますと、こんな形でオレンジで複数選択することができるんですが、この状態でトラックを右クリックし、フォルダへ移動、そして新規トラックフォルダ選択していただきますと、この25個のトラックが一つのフォルダにこのようにまとめることができました。使用しない場合には折りたたんでいただくことによって非常にコンパクトに扱うことができるようになっています。そして2つ目の方法は、このトラック作成を自動でやるのではなくて手動で必要な分だけ作っていくという方法です。
その場合にはインストゥルメントトラックでこちらのチェックを外していただいた状態でまずトラックを作成してしまいます。当然この状態ではインストゥルメントトラックが作成されて、すべて一つのトラックから音は出力されるという形になるんですが、ここでマルチアウトしたい数だけオーディオトラックを作成していきます。ここでは3つ作ってみます。インストゥルメントトラックが1つとオーディオトラックが3つというプロジェクトを作成することができました。次に今ここで作成したオーディオトラックにソフトウェアシンセサイザーの出力端子をルーティング設定していきます。トラックを選んで画面左側インスペクターの一番下の部分、インプットの部分ですね、こちらをクリックすると、ここにプロジェクトで起動しているシンセサイザーの一覧が表示されているかと思いますので、ソフトウェア音源の出力端子を設定していきます。1つ目のオーディオトラックはアウトプットの2番、トラック3は同じ容量で3番、トラック4で4番なんていう風に設定していきました。あとは先ほどと同じ容量でソフトウェア音源側のルーティングですね。今回はじゃあキックを2番、スネアを3番、そしてハイハットを4番なんていう風に設定してみました。わかりやすいように名前つけておきましょう。キック、スネア、ハイハットと。これで音鳴らしてみると、キックは2番から出ているよと、スネアは3番、ハイハットは4番から出ているという状況を作ることができます。この方法ですと自分でオーディオトラックを作って入り口の設定をしていただく必要はあるんですけれども、自分が必要な数だけを作成することができますので、この辺用途に応じて使い分けていただければと思います。ということで今回はソフトウェア音源をマルチアウトする方法についてご紹介してきました。特にドラムを扱う上で細かな音作りをしたい場合には、こういったマルチアウトの操作というのは必要不可欠になってくるかと思いますので、ぜひマスターしておいてください。それでは今回もご視聴ありがとうございました。